ジャンヌ・ダルクは、フランス海軍の装甲巡洋艦。同系艦はない。1895年度海軍計画により、通称破壊作戦を概要で行えるように、大型化された船体を持つ。設計者は、ルイ・エミール・ベルタンで、艦名は、オルレアンの乙女の異名を持つジャンヌ・ダルクにちなむ。本艦の武装、装甲配置を示した図。船体形状は、 フランス巡洋艦で長らく主流となってきたタンブルホーム式の船体を廃止し、没個性的なデザインとなった。基本的に高い還元を持つ、朝鮮首労型船体で外洋でのしのげの未成は良好であった。艦首から前向きに19.4センチメートル単装手砲等1機を、配置、環境構造は箱型とし、その上にミリタリーマストが立つ。 環境の背後に6本の煙突が立っているが、ボイラー室を前後に振り分けた、間室分離配置を取っているために、煙突は3番煙突と4番煙突の間は広く取られている。煙突の周囲は関西堤置き場となっており、関西堤用の洋州クレーン片原4機系8機が立つ。6番煙突から、後ろは簡便な短脚症、そこから甲板一段分下がって、 後ろ向きに 19.4cm 炭素手法等1機が乗る。複砲は原則二等間隔に配置された張り出し部から 13.8cm 炭素速射砲が配置され片言7機計14機を持つ。1896年10月に、トゥーロン海軍交渉にて寄港、千八1899年6月浸水。1902年春港、春航。年には、 エミール・ルーベ大統領を乗せ、アルジェリアを訪問している。1912年に、デュゲート・ルーアンに代わって、練習艦となり、主艦候補生の訓練を担当。それまで戦列艦が担当していたこれらの任務を、引き継いだ。第一次世界大戦中は当初大西洋戦隊、後に、地中海戦隊に所属し戦団護衛20事。ダーダネルス海峡やスウェズ運河。 シリアやアナトリアの沖合をパトロールした。対戦後は練習家任務に復帰し、1919年には9度の巡航を行った。1928年に退役、1933年に同盟の練習巡洋艦に名を譲って除籍され、1934年に解体された。ありがとうございます。